このチャンネルではお家に関わる様々な情報を配信していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、今日は返済比率について話したいと思います。はい、返済比率って皆さん聞いたことありますか？返済比率っていうのは、住宅ローン借りるときに年収に占める、住宅ローンに回していいよっていう比率のことです。例えば、年収によってですね、だいたい400万から以下、400万以上で、何パーセント、例えば 30% なのか 35% なのかっていうようなちょっと違いが出てくるんですけれども、例えば、500万円の年収の方だった場合、返済比率 35% で計算した場合ですね、年間175万円まで、ローンの返済にかけていいですよっていう風な形になります。で、175万円を12ヶ月で割ると月当たり 14.58 万円まで、ローンに回していいですよっていう計算になります。で、皆さん多いのが、既存の借り入れ、車が一番多いですかね。車の借り入れ分を毎月5万円返済してたとして、たときに、14.58 万円マイナス5万円、イコール 9.58 万円が住宅ローンに回していいお金と。これ、車以外もですね、何かしら借り入れがあった場合には、これ、同じようにマイナスしてください。で、今回は車だけだったとして、9.58 万円が、住宅ローンに回せるお金となります。9.58 万円で、借り入れ可能額を計算した場合に 0.95、金利が 0.95% だった場合に3421万8993円、 1.1% だった場合に3338万3272円という形で、借り入れ可能額が導き出せます。はい、これはあくまで借りられる金額です。あとちょっと来たのが、審査金利っていうのがあって、最低金利じゃなくて窓口で、借り入れ可能額を審査する場合には最低金利じゃなくてちょっと高めの金利で、多分金融機関によって違うと思うんですけど、審査されるということも聞いたことがあるので、例えば 1.7% で、審査された場合には3000万ぐらいの借り入れとなります。以上です。はい、